はい、チーズ。すごい、すごい。いや、もう一番痛いんですよ。山本投手、よろしくお願いします。お願いします。今の心境はいかがですか？まあ、今日初めてドラゴンズのユニフォームを着て、まあ、自分がプロ野球選手になるんだっていう実感が湧きました。自分の姿を見ていかがでしたか？まあ、僕もやっぱりまだまだ似合ってないと思ったんで、まあ、その似合う選手になれるように頑張っていきたいと思いました。ご自身のセールスポイントを教えてください。まあ、僕は体が小さいんですけど、まあ、それを気にすることなく、まあ、バッターにどんどん向かっていく姿勢っていうのが一番のセールスポイントだと思ってます。身長が167センチというところに注目されがちですが、これについてプロでやっていくというその気持ちはいかがでしょう？とやっぱりプロの中ではもう一番小柄ぐらい の, あのレベルのピッチャーだと思うんですけど、まあ、そ, のそれを気にされないぐらいの球が投げれるようになりたいです。背番号は59番に決まりました。これについてはいかがですか？はい、まあ、59番は号泣っていう意味っていうふうに教えてもらったんですけど、まあ、その背番号通り号泣が投げれるようなピッチャーになりたいと思います。どなたにその意味を教えてもらったんですか？スカウトの方から教えてもらいました。号泣だというふうに言われて、その時はどういう気持ちになりました？はい、まあ、その背番号通りの球が投げるように、まあ、頑張っていこうと思いました。1年目の目標はいかがですか？まあ、僕は、まあ、高校時代甲子園も出てないですし、そこまで経験が多くないんで、まあ、とにかく少しでも試合に出て経験をまず詰めればいいなと思います。対戦してみたいバッターはいますか？日本ハムファイターズ1位の清宮選手と対戦したいです。山本対清宮、どういう結果に終わらせますか？まあ、僕が一番武器にしているのがまっすぐなんで、まあ、そのインコースのまっすぐで空振りを取れたらいいと思います。中日ドラゴンズのイメージはいかがですか？まあ、昔からすごく投手力があって、まあ、ピッチャーの育成もしっかりしているという印象があります。将来的にはどんなピッチャーになってチームに貢献したいですか？まあ、やっぱり僕も体が小さいという理由で、まあ、ピッチャーを諦めようと思った時もあるんですけど、まあ、やっぱりそういうような野球少年もいると思うんで、まあ、そういう野球少年の、まあ、その目標になれればいいと思います。ありがとうございました。新しいヒーロー山本拓海投手です。ナイスピッチングでした。ありがとうございます。すごい拍手です。前回は甲子園での初勝利、そしてこの名古屋ドームでの勝利の味どうですか？最高です。この景色どうですか？最高です。ね、今日はどんな気持ちでマウンドに上がったんでしょう？まずそうですね、まあ、とにかく自分として3敗してるんで、今日は何とか勝とうと思ってマウンドに上がりました。初回はちょっとつまずきましたが、2回からは冷静でしたよね。そうですね、まあ、キャッチャーの大野さんとすごい話し合って、大野さんが引っ張ってくれたんで、自分も気持ちよく投げれました。はい、そして木は一つ下ですけど、地元の小園選手との戦いは意識しました？まあ、すごい意識したんですけど、何とか抑えられてよかったです。見事に勝ちましたね。そうですね。そして名古屋ドームで勝つというのはまた格別じゃないですか？そうですね、まあ、この一勝に満足せずにどんどん勝っていきたいなと思います。隣にいる阿部選手のバッティング心強かったですよね。いや、もう本当に自分が先制されたんですけど、まあ、すごい野手の方が援護していただいて、すごい嬉しかったです。はい、では次の登板に向けてまた抱負をお願いします。
次の登板も絶対勝つんで応援よろしくお願いします。はい、思い切ってまた投げてください。あ、外していいですか。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ただ前回登板からちょっとなかなか機会回ってこなかったですけど、はい、どういう気持ちで。いや、もう本当に前回でもう本当ダメダメだったので、まあファームに行くぐらいの覚悟はしてたんですけど、まあその中で首脳陣の方がチャンスを与えてくださったので、もう本当に今日は死に物狂いで、もうあの絶対ゼロに抑えてやるんだっていう気持ちだけで本当に投げました。バッターとしっかりもう勝負して、もう絶対前回のような失敗は絶対しないぞと思って、まあ、もう本当にそのなんかもう必死に投げました。やっぱり一軍に合流させていただいてから、まあ、前回今日が2試合目で、1試合目は本当に全くチームに貢献できずで、まあ、全然チームに貢献できてないなっていうのは思ったんですけど、まあ、一つ今日、まあ、勝ち星をもう本当にリーフの方に助けていただいてですけど、いただいたことで、まあ、自分ももっともっと、まあ、次が本当に大事だと思うので、まあ、次の登板でも、まあ、しっかり自分の持ち味を出していきたいなっていうのを思いました。あのリリーフの皆さんの雰囲気って、はい、当時どうご覧になってますか。そうですね、まあ、すごい緊張感があるときと、まあ、すごいなんていうんですかね、楽しいときと、まあ、メリハリがすごいあるので、まあ、そういう意味ではすごいいい雰囲気で、いい雰囲気なのかなと思いますし、まあ、ヒーローインタビューでもちょっと話したんですけど、まあ、自分が最年少なので本当にもういろんな方からもういろんなことを本当に学ばせてもらってて、本当に毎日もういろいろ学ぶことがいっぱいですね。あのムードメーカー的な人は今だと、あ、そうですね、もう藤島さんであったりとか、まあ、谷本さんであったりとかが本当に練習中すごい面白いのでめちゃくちゃ笑わせてもらってますもう本当に1試合1試合明日も投げるかもしれないですし、まあ、自分はもう本当に必死に投げることは本当に変わらないと思うので、毎試合本当に必死に少しでも成長して、まあ、次の試合も抑えれたらいいかなと思います。今日は何とか勝てました。まずは交流戦優勝を目指して明日からも頑張ります。それでは皆さんご一緒にドラフォー。厳しい練習頑張ります。梅津さんより頑張ります。
お誕生日おめでとうございます。 ありがとうございます。なんか抱負というか、はい、ありますか。抱負ですか、うん、まあ22歳なので、まあ、まだ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 というか、まあ、若々しく、うん、なんていうんですかね、しっかり元気出して、まあ、自分の持ち味を今年出せたらいいなと思います。祝ってもらったりしました？さっき小笠原慎之助さんから LINE ギフトのスタバチケットみたいなのをいただいて、であと橋本さんからも同じようにスタバのその LINE のギフトみたいなのをもらって、結構その LINE ギフトだけでキャンプ中スタバいっぱい飲みそうですね。それちょっと楽しみです。なるほど、はい、あれですね、なかなかこうキャンプ前日に毎年来るわけですね。はい、そうですね、はい、そうですね、もうなんであんまり気が抜けない誕生日というか。あ、なるほどな、はい、なんか複雑な誕生日だけど、はい、明日からみたいな。そうですね、喜んよし誕生日だって喜んだらもう次の日の朝にはキャンプが始まるっていう。逆に気持ち切り替えれるっちゃ切り替えれるんですけど、それで。ありがとうございます。ありがとうございます。あと、はい、小ネタじゃないですけど、僕2000年生まれなんで、あ、年齢がすごい分かりやすいんですよ。ああ、確かに今年2022年だから22歳っていうのは。そうですね、はい、誕生日おめでとうございます。何回言うの。誕生日おめでとうございます。あと寝癖。寝癖ついてるよ。寝癖ついてるよ。やばい。誕生日の特権使って、ピッチャー倉庫開けてきてや。今日誕生日なんで開けてください。ハッピーバースデー。ありがとう。あ、忘れてた。山本さん、フォーバンド借りていいですか？え？借りていいですか？いいよ。100円。座りますね。はい、どうした？あ、こんにちは。こんにちは。あ、ちょっと待ってください。ちょっとネタが。ネタが。むず、行っちゃうんすか、しかも。やば。怖っ。あるかな。休みに長い散歩してるイメージがいいですね。あ、めっちゃあります。めっちゃ散歩してます。暇すぎて。休みの日の方が朝が早くて。6時。休みの日何やってるんですか？休みの日は、6時ぐらいに起きて、散歩して、8時ぐらいに帰ってきて、ホテルの朝ごはん食べて、そっからもう。練習終わった日は何してるんですか？練習終わった日はもう、なんすかね、 YouTube とかですかね。 YouTube 何見てるんですか？ YouTube あれっすね、中山きんに君のチャンネルとか
最近も筋トレ動画見てるんですよ、めっちゃ筋トレの減量日の1日の食事公開みたいなモチベーションだけ。これなんて読むんですか？爆心。爆心ですか？レンさんのこれの前のグローブ、何でしたっけ？腕を振る。腕を振る。振ってくれ、それは。振った。振った。なんだよ、その色。かっこいいな。さあ。かっこいいんだよ。さあ。色合い。使えないだろ、だってこれ。2色だから。使います。2色やん、紐と。なんか紐は色違っていいらしいです。あ、そうなの？はい。緑。パスはバンディス。パス。何でしょう。バンディス。パス。バ。バ。じゃあ一軍で1年間頑張ります。阿部さんから。来週以降も、しっかり1試合1試合勝てるように頑張るので応援よろしくお願いします。今季初勝利ということになりました。おめでとうございます。ありがとうございます。どうですか、気持ちとして。いや、もうなんていうか、本当強気でとにかく行こうって思って今年はやってるので、まあ、それがいい結果につながってよかったです。結構大きなガッツポーズというか、はい、気持ちが出てるような仕草もマウンドで見られましたけど、はい、もうそうですね、もう試合が結構その点の取り合いだったんで、まあ、特に4回はもう
自分が流れを引き寄せるんだっていうもう強い気持ちで行ったので、もう自然に出ました。それはこう意識して強い気持ちでっていうのは何かきっかけがあったりしたんですか？もうそうですね、まあ、常々辰巳監督も言われてることなんですけども、勝負事は喧嘩だよっていうのはすごい言われてるので、本当今シーズンはそのつもりでマウンドに毎回上がってるので、まあ、喧嘩じゃないかもしれないですけど、もうそれぐらいの気持ちでやってるのが、まあ、自分の強気っていうのはつながってるかなと思います。今年リリーフで回ってますけど、はい、こうどういう気持ちで今シーズン1ヶ月過ごされてましたか？はい、いやー1ヶ月が結構長く感じてますね。本当毎日毎日本当に濃いので、まあ去年までやっぱり先発とリリーフ両方やってたんですけど、まあ毎日やっぱ行くかもしれないっていうプレッシャーの中で、まあ、いろんなことを勉強させてもらってすごいありがたいなと思います。こうリリーフとしての心得みたいなのってどういう、はい、なんか先輩から聞いたりとかっていうのはあるんですか？そうですね、大塚コーチに一度言われたことがあるんですけど、まあ、強気とはちょっと一瞬関連がないように思うんですけど、感謝の気持ちを持ってマウンドに立てっていうのは言われてて、まあ、本当に誰でもいいからマウンド投げる前に ありがとうっていう気持ちを持ってマウンドに上がってみろって言われて、そこからすごいいい結果が今日も出たので、まあ、それはまあ僕としてはやっぱり使ってくださる首脳陣の方にありがとうございますって言ってから、まあ、投げるっていうのを、まあ、やるとすごい力が出るというか、まあ、いい循環ができているかなと思います。今日だったらやっぱり起用した首脳陣へっていうところだったんですか？そうですね、はい。なるほど。こうリリーフとしてもいろんなポジションあると思うんですけど、はい、山田さんはこう今シーズン入ってどういう1日を1試合を、はい、過ごしてるんですか？どういうスケジュールでとか。あ、そうですね、まあ、練習前にいろいろ自分で、まあ、ジョギングしたりとか、まあ、ストレッチとかしたりとかして体をしっかり動かして、でまあ、その後に、まあ、全体練習してお風呂入って交代浴してで、まあ、試合にまでちょっとご飯食べたりゆっくりして試合に行くっていう感じですね。まあ、それが結構毎日本当同じ動きなんですけど、まあ、その中でもまあ自分の体の状態と相談しながら強度を上げたり下げたりっていうのは、まあ、すごいなんていうか楽しいというか、試合にいかにどれだけ持っていけるかっていうのを毎日考えて、あっという間に一日が終わるので、まあ、すごい濃い日々を過ごせてるかなと思います。試合に入ったら結構こう違うルーティーンだったりっていうのはないんですか？あ、そうですね、もう頭からブルペンにはいるような。あ、そうですね、もう本当最後の、まあ、それこそ大塚コーチの行くよっていうところまでは、まあ、結構ネガティブにというか、こういう風になったらダメだな、こうしよう、もっとこうしよう、もっとこうしようみたいないろんなこと考えてるんですけども、行くよって言われた瞬間にもう一気にポジティブになるというかっていうのはすごい意識してますね。もう自分で意識してもうできるできるって言い聞かせて、マウンドでは自分はすごいぞ、自分はすごいぞはおかしいですけど、自分はできるぞっていうのはすごい自分に言い聞かせて投げてます。なんかそういうお話聞いてるからかもしれないですけど、すごくたくましく見えるというか、はい、私は特にそういう感じです、はい、なるほど。ちょっと話変わるんですけど、はい、キャンプ中に趣味散歩をしてるっておっしゃってましたけど、はい、どうした？あ、こんにちは。こんにちは。あ、ちょっと待ってください。ちょっとネタが。ネタが。むず、行っちゃうんですか、しかも。やば。休みに長い散歩してるイメージがあります。めっちゃあります。めっちゃ散歩してます。暇すぎて。休みの日の方が朝が早くて。6時。休みの日何やってるんですか？休みの日は、6時ぐらいに起きて、散歩して、8時ぐらいに帰ってきて、ホテルの朝ごはん食べて、散歩をしてるっておっしゃってましたけど、はいはい、シーズン入ってからどうですか、その辺。そうですね、まあ、名古屋に休みの時とかは休みの日でもなるべく、まあ、ちょっと歩いて出かけるようにはしてて、まあ、今だとアップローチとかあるじゃないですか、あれつけると1日何歩歩いたかみたいなの分かるんですけど、それでまあ休みの日は、まあ、一応目標として1日1万歩歩きたいなと思って、まあ、そこら辺を結構、まあ、そこら辺というか、まあ、家の
まあ、買い物とかを、まあ、あんま何も買わないですけどうろうろしたりとかして、はい、よし1万歩行った帰ろうみたいななるほど一つ目標なんですね。そうですね。あのさっきもおっしゃってましたけど全体練習前もずっとぐるぐる走ってる姿もありますけど、はい、その辺もなんか継続してっていうところ、はい、そうですね、まあ、すごいなんていうんですかね、なんかグランドって野球、まあ、ドームってすごい野球する場所で緊張、やっぱマウンドに行くとすごい緊張してしまうので、まあ、全体練習前だとすごいそのグランドキーパーさんとかがいろいろ準備してくださったりとか、まあ、いつもとは違う景色を見れるというか、うん、まあ、そういうのも含めて、まあ、すごいなんかリフレッシュになるというか。なるほど、はい、それ景色もドームとはいえ見てるんですね。そうですね、もう本当一野球ファンとして練習前を堪能してます。なるほど、はい、あとあのキャンプ中にあの YouTube よくご覧になって、はい、練習終わった日は何してるんですか？練習終わった日はもうなんすかね、 YouTube とかですかね。 YouTube 何見てるんですか？ YouTube あれですね、あの中山きんに君のチャンネルとか最近も筋トレ動画見てるんですよ、めっちゃYouTube よくご覧になって、はい、中山きんに君の動画見てるっておっしゃってましたけど、はい、そのあたりの変化はどうですか？そうですね、まあ中山きんに君もそうですし、なんかその今年からやっぱり一人暮らし始めたので、まあ、どういうものを食べればいいかなっていうのはもう一から自分で、まあ、勉強してというか、まあ、スーパーでこういうものを買ったらいいのかなっていうのは意識してやるようにはしてるので、まあ、自然と YouTube もやっぱそういう傾向が出てしまうというか。なるほど。やっぱりタンパク質ですね。なるほど、はい、じゃあもう本当 YouTube も学びの一つというか。そうですね、はい。なるほど。あんまり中山きんに君のネタとかを見てるわけではないっていう感じですか？ネタはまあ、あの一通りは一応見てるんです。見てて、はい、まあ、結構あの藤島さんとか真似面白いんで、あのちょっとやってくださいよって言ってやってもらったりとかして。やってもらって、やる方ではないですね。もうやらしてます先輩にやらしてると、はい、なるほど、はい、まあ、今日なんとか勝てました、また来週から頑張るので応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと儀式を去年もやっていただいて。これですかお願いします。どんな感じでしたっけ？なんかファンの方に一言こう呼びかけてもらって、はい、ポーズもお任せします。わかりました。筋肉っぽくやりますか？どんな感じですか？あのちょっとあんま筋肉ないんで意外と言ってる割にはじゃあお願いします。はい、来週からも頑張るぞ、パワー。やっぱ藤島さんにお願いした方がいいですすいません、あの、はい、ドラフォーを言ってもらわないと。あ、すいません、すいませんカットで来週からもうしっかり頑張るので応援よろしくお願いします。ドラフォーパワーやっぱ藤島さんにお願いしましょう、今度。はい、ありがとうございました。お願いします。ありがとうございました。お願いします、藤島さん。甲子園の思い出と、はい、ないでしょ。いや、ないでしょ。なんでスタジアム見学ツアーで、ないあの、この芝生あるじゃないですか、人工芝。ここまでしか入れなかったんです。うるさいな。うるす。甲子園出てないんですか？え？甲子園。だからスタンドから何回も見てる。あの達也さん見てた。見てた。あ、そうです。清水達也は同級生で、決勝戦あの辺から見てました。あ、へぇ。外野席で。外野席ただなんですよ、甲子園。あ、なるほど、なるほど。確か。ごめん。あれ出してくれよ。全部上から見てました。伊藤康介のホームランも、あのバックネット裏ぐらいで見ました。あー、なるほど。たまたま。なるほど。え、あの、試合自体は、はい。アマチュア時代は、あ、ないですね。あ、プロ入ってからですね、あの、甲子園で試合したの。でも、やっぱプロでの思い出はたくさんあるんじゃないですか。そうですね、初勝利ここなんで。
最初はなんか初登板も甲子園なの。もう本当ご近所って感じ。まあでも高校中学高校の時とかは本当学校終わりに阪神の試合見に行ったりとか、夏休みとかも行ってましたね、高校野球見に行くみたいな。どの辺で見るのがおすすめですかね。あ、僕結構まあ安いのはやっぱ外野なんで、外野のセンターのカメラの横とかからだとすごい、なんすかピッチャーのコースとかも見れるんで、それは面白いなと思って。でもその頃からなんかその横見、そうそうです、 あの辺見てましたいつも。その頃からなんかもう野球を研究してる感じはありました。ないです。いやまあ本当楽しんで見てましたその頃、まだいつかはプレーしてみたいなと思ったんですけど、まあプロ野球選手としてなりたいと思ったんですけど、本当になれるとは思ってなかったんで、当時は変な感じですね。まだこれからどんどんいろんな思い出をというか、頑張ります。代表して練習の感想を。もう来たくないです。山本さん演技発想。誰が名俳優や。名物的なもんなんです。
試合中になんか坂とか階段とか言いに行くのが結構名物みたいな、はい、でこれが期間中続くわけですよ。気持ち悪い。お疲れ様でした。一発ゲーだやば怖っ怖っ入れへんよ、そんなの。この張り込みでこの3人どういう感じですか。じゃあ映ってないけど、まあ、映ってない。まあちょっと山本さんと翔さんは気まずいかなっていう感じです。ここ同級生でここ15個下同い年やね、同い年やみんな身長で判断すなよ。ミスった。これ生配信じゃないからいいとこしか使ってない。そうやな、そうな、いいとこ出し今つまんないからやばい。やばい、全カット。エグい、全カットある。ワンチャン。大喜利。なんでそんなお笑いぶりするの。やば。心配だよ。心配。カットじゃん。今後が心配。君の未来が心配だよ。ちょっと、たけちゃん。結構完璧じゃないですか、ネオ。なんかまあ、野手からピッチャー行って、成績もオール5でみたいな。で、昨日、あの読谷に、あの坂ダッシュと水泳とウェイトしに行ったんですけど、ネオアキラ、水泳めっちゃ苦手らしくて。はい。でも、僕結構水泳好きなんで泳いでたんですけど、ネオは結構ずっとあの歩くゾーンで歩いてました。意外な一面が。スキーとかはできるんですけど、あのなんか水泳はできないらしいです。あ、それを聞き、はい、情報を得たと。ちょっとはい、勝てるところが見つかりました。以上です。ありがとうございます。貴重な情報以上です。山田さんのご自身の情報はいいですか。僕の情報ですか。ここで初出しする何かあるかな。伝えておきたいこと。ああでも体重がめっちゃ増えました。あの僕7月に怪我したんですけど、そこから8キロぐらい増えて、その、まあ、シーズン始まるときは多分72キロぐらいだったんですけど、今80キロぐらいまで増量して、ちょっとあの藤島さんに負けないぐらいのパワーを何でも見せたいんで、ちょっと今タンクトップ多めに着てます。じゃあ筋肉やってみますね。はい。なんか一回やりましたねこれ。流行語大賞なんで。いやあれしょ、流行語大賞でお願いします。ドラフト6位の田中美希也君と僕なんですけど、僕の方がやっぱ身長大きかったんで、シーズンケツ1からケツ2に昇格しました。身長そこだけちょっとよろしくお願いします。風貌似てるんですけど、僕の方が体重もちょっと重たいんで、あのでかい方が山本で覚えてください。よろしくお願いします。これはもう見せるためのこれも、これあれなんですよ、なんか大きくなったのはいいんですけど、その代償で T シャツがほぼ入らなくなって全部買い直しっす。出費が。出費が。はい。私服とか。私服のもう半袖がもう全部ダメになって。
長袖とかはちょっともうあの増やしてる時にサイズに合わせて買ってたんでいけるんですけど、夏場に着てた半袖を沖縄に持ってくるじゃないですか、暑いんで。それがもう全然全部着れなくて、だから暑いんですけども、そうずっと長袖で過ごしてます。あんなシャツは着ればいいってことですか？あんなシャツはもう着るか、もうタンクトップ注文すれば多少腕太くなっても大丈夫なんで。大丈夫、はい、田中美希をよろしくお願いします。あのドラゴンズの YouTube とか動画コンテンツにも、はい、結構貢献していただいた、はい、選手の一人だと思うんですけど、はい、どうですか、ファイターズ行ってもそういうものでの露出は、はい、まあそうですね、まあ、どんなものがあるかまではちょっと分かんないんですけど、まあドラゴンズの時から応援してくださるファンの方もいるので、まあ、自分は頑張っていますよみたいなアピールを、まあ、自分の SNS とかでもできればいいかなと思ってます。